ノイシュとミネアとアニマ、戦乱の中で育ち、戦いと愛に身を投じる少年少女たち。第一部、従軍戦記編、序章。第一話、一人の従軍司祭の死。オドリックがエストックを握りながら丘陵に視線を送ると、黒地に金色の獅子を綴った軍旗がその地を埋め尽くさんばかりに広がっていた。レポ軍と軍、オドリックは思わず目を細めた。あまたの兵を揃えた敵軍の本体は整然と隊列を組み、槍で地を叩きながら一斉にこちらへと進軍してくるのが見える。レポ軍との軍旗は風を受けて激しくなびき、まるで本物の獅子たちがこちらへとかけてくるようだった。隊長、オドリック隊長。不意に自らの名を呼ばれ、顔を向けると鱗状の甲冑で固めた男がすぐそばに立っていた。副官のビンテだ。年齢的にはすでに老境に入っているはずだが、その筋骨はたくましく力にあふれている。隊長、サジンが脇から崩れそうです。そう告げながら緊張した面持ちの副官が前方を指し示していく。釣られるように視線を向けると、そこでは縦列陣形を敷いたレポ軍と軍と自軍の前線部隊が激突していた。突如として最前線の喧騒を意識が拾い、激しく耳たぶを打つ。両軍のけたたましい歓声、絶えず打ち鳴らされる剣撃と飛び散る火花。我が術戦士隊よ、敏将増強術を詠唱せよ。そう言葉を発すると、術式を口ずさみながらオドリックは後方へと振り返った。そこには隊列を組む20人ほどの精悍な戦士たちがおり、彼らもまた次々と詠唱を始めている。これまで数々の戦役を共にくぐり抜けてきた部下たちだ。オドリックは己の体内から霊力が高まっていくのを感じながらも、さらに術句を紡いでいく。次第に自らの体を薄い黄色の輝きが包み始める。次、筋力増強術の詠唱を開始。すかさず次の指示を飛ばすと、先ほどとは異なる術式を組み始める。手勢の部隊からも一斉に大詠唱が湧き起こり、今度は紫色の光が体内に広がっていく。この丘陵を敵軍に越えられたら、我らリステラ王国の都名誉を守るのはバーヒャルト城塞のみとなる。敗れるわけには絶対にいかない。目標、前方左翼、私に続け。そう声を張り上げると、オドリックは黒い装服を翻しながら真っ先に最前線へと疾走した。視界の先ではすでに敵戦士の数人が味方隊列の一角へとなだれ込み、分断しているのを視認する。オドリックは瞬く間にその距離を縮めると、敵戦士のうち一人へと狙いを定め、エストックの握る手を大きく引いた。こちらの接近に気づいた敵戦士もまた剣を構え、その攻撃を受け流そうとするのがわかる。はあ、気合を発しながらオドリックは体剣を素早く突き出した。すでに術の輝きは消失しているものの、エストックが異様なうなりを上げていく。その刀身は敵戦士の武具を瞬く間に折り曲げ、その胸骨をもうがっていった。そのまま相手を組み伏せながら、オドリックは彼の背中に達するまで剣先を差し込んでいく。うが、やがて敵戦士の動向が向いていくのを視認すると、オドリックは素早く剣を引き抜いた。吹き出た返り血でその身を濡らしながら、そっと両目を細める。願わくば彼のアニマに永遠の安らぎを。隊長、危ない。聞き覚えのある声を耳にした直後、自分の前へと踊り出るビンテの姿を視認した。両手で握った旋風を大きくなぎ払うと、自分の脇にいた敵戦士の頭蓋を宙へと吹き飛ばしていく。オドリック隊長をお守りしろ。なおも構えたまま副官が叫ぶと、部下の戦士たちが次々と破られた隊列の一角へと殺到して、その隙間を埋めていく。戦局が安定していくのを見届け、オドリックは思わず小さく息をついた。ふとビンテに目をやると、こちらを睨んでいるのが分かった。戦闘中にもかかわらず鎮魂の祈りをあげたことが気に入らないのだろう。しかし死者に対して自分は戦士ではなく司祭でいたい。不意にオドリックは激しく体を震わせた。なぜかは分からない。だが確かに何かを感じた。これは一体。次の瞬間、どこからか激しい閃光が放たれるのをオドリックは捉えた。視界が純白に染まっていき、思わず両手で顔をかばう。それでもなんとか光源を探ると、遥か後方の敵陣に人影を視認した。それは修道服姿の集団と、彼らの先頭に立つ包囲らしきものをまとった人影だった。最前線の戦士たちは皆が一様に動きを止め、その顛末を注視している。術連携だ。誰かが絶叫するや、戦士たちの表情が一気に緊張したものに変わっていく。思わずオドリックが額の汗を拭った時、ふと周囲の温度が一気に上昇していることに気づいた。まさか。思わずオドリックは戦慄した。大気の温度はみるみる上昇していき、
やがて周囲の戦士たちからうめき声と水を求める声が湧き起こる。オドリック隊長、これは。呼吸しづらそうに喉に手を当てたビンテが驚愕と恐怖を混ぜた表情を向けてきた。焼けた空気に喉奥をやられたか。間違いない、敵術主体による術連携だ。そう告げたオドリックはふと自分の声が低く震えの止まらない声をしているのが分かった。巨大化させた霊力でこの一帯の温度を急上昇させているのだろう。おそらくここにいる全員を焼き尽くすつもりなのだ。そんな、ビンテが絶望したように両目を大きく開いた。瞬く間に外気温は人の耐えうる限度を超えていき、次第に周囲から何かが焦げた匂いが漂う。戦士たちの熱い助けてくれと絶叫してのたうち回る光景が敵味方の部隊を問わずに繰り広げられていく。ウノイシュ、ミネア、自らの体が焦げていく匂いを嗅ぎながらもオドリックは強く目を閉じた。脳裏に年若い二人の姿が浮かぶ。まだ彼らが独り立ちするには数年を要するだろう。しかしオドリックは不意にまぶたが熱くなるのを感じた。決して敵の攻撃ではない、内なるアニマから生じた思いによるものだった。父がいなくても兄弟で力を合わせて強く生きるんだぞ。オドリックは膝から崩れ落ちた。耳元にも誰かが倒れていく音が次々と聞こえる。そしてオドという副官の規制と倒れ込む音が聞こえた瞬間、視界が暗転したのに気づく。体が燃えていく疼痛も聴覚も次々と意識から消えていき、全てが闇に包まれていった。第2話。ずっと一緒に暮らしてきたのに、父が戦死したことで少年ノイシュは苦渋の決断を下しながらも自らの運命を歩み始めていく。ノイシュは奥歯を噛みながら目の前に映る光景を見つめた。そこには1台の荷車が止まっており、さらに四つ足歩行の痩せた獣が2頭つながれている。そしてホロのない粗末な荷台の上には自分たちと同い年くらいの少年少女たちが横並びに乗り込んでいた。みんな、ノイシュは思わず目を細めた。きっと自分を恨んでいるのだろう。彼らはうついたままこちらを見ようともしない。その顔には子供とは思えない強い苦痛と諦めが刻まれていた。いたたまれずに視線を空に向けると、そこには薄黒い雲が広がり、周囲の空気を容赦なく鈍色に染めていた。ふとノイシュは手のひらに体温を感じ、顔を向けると髪の長い少女がいつの間にか隣で立っていた。ミネア、彼女は何かを感じ取っただろう。その表情は言い知れない不安を隠せずにいた。ノイシュさん、どうしてみんな荷車に。ノイシュは妹の手を静かに握り返した。みんな遠くの養護院に行くんだ。ノイシュは思わず声が詰まりそうになるのを何とかこらえた。今日から別々に暮らすことになったから。そんな、だって。ミネアはゆっくりと首を横に振った。ずっと一緒に暮らしてきたのに。ノイシュは何も言えずにうつむいた。彼女の言う通りだった。これまでずっと彼らとは兄弟みたいに一緒に育ってきた。でもね、トウさんの戦死通知が届いたから僕は行かなきゃいけないんだ。ごめん、ミネア。膵眼を大きく見開く妹をこれ以上静止できず、ノイシュはうつむいた。もう僕にはあの子たちを守ることができないんだ。そう告げた直後、ノイシュは彼女の体が震えるのを感じた。ノイシュさん。次の瞬間、無知の乾いた音が周囲に響いた。とっさに振り向くと魚車が獣を操っているのが分かった。荷車が動き出し、その上に乗せられた子供たちがゆっくりと離れていく。ワッツ、そうつぶやく妹の声が聞こえた瞬間、ノイシュはぬくかった手のひらに冷たい空気が割り込むのを感じた。直後に土をにじる音が聞こえて振り向くと、そこには去っていく荷車に向かって駆け出す妹の姿があった。ルエリ、ミネアは懸命に彼らを追うが、獣たちは速度を速めていき、少しずつ距離が開いていく。荷車にいる孤児たちはミネアの声かけに誰も反応せず、ただうずくまったまま膝に顔を埋めていた。これ以上何も感じまいとするように。ザザキ、待って。彼らのやりとりを見ながらもノイシュは動くことができなかった。胸の中はしびれるような痛みと速い鼓動が脈打っている。彼らに罵られそうな恐怖で膝が震えていた。来るな、ミネア。あの声はワッツ。思わずノイシュが顔を上げると、荷台の上で立ち上がる一人の少年と彼に向かって立ちすくむミネアの姿が見えた。追跡する者のいなくなった荷車は少しずつ姿を小さくしていき、やがて見えなくなった。ワッツ、ごめん。ノイシュは強く目をつむった。彼は3人の孤児の中では一番の年上で、ミネアが好きだと密かに教えてくれた。ごめん、僕が無力で。不意に足音が耳たぶを打ち、目を開けると妹が目の前に立っていた。
私のことは捨てないで。彼女の方に一筋の涙があふれていった。次の瞬間、その場で膝を立てると握り合わせた両手に顔を埋めて祈るような姿勢をとった。お願い、私を捨てたりしないで、ミネア。とっさにノイシュは一歩前に進み出ると唇を開いた。ミネア、君は術の素質があるから僕と一緒に術師学院へ行こう。そして卒業したら戦場で戦うんだ。そう告げようとするものの、喉から言葉が出てこない。代わりに胸中からは自分の声が湧き上がってくる。違うだろう。お前は単にミネアをそばに置いておきたかったんだ。彼女を誰にも奪われたくない、そう思って。私、二度と奴隷にはなりたくない。もう一人なんて嫌。そう言って震える妹を眼前に見ながら、ノイシュは手のひらを強く握った。この時ノイシュ15歳、ミネア14歳。それから3年の月日が流れた。第一部、従軍戦記編。第一章、バーヒャルト近郊の戦い。第一話、澄んだ垂直の眼差し。遥か昔に神が人を創造せし時、一つの完全なアニマを男と女に分けて宿した。それ以来、常に両者は相手のアニマに惹かれ合い、探し求める宿命となった。ついに二人のアニマが運命の相手と出会った時、ひたすらにお互いを欲して離れようとしない。イアヌ大陸創造記第一章第13節。ノイシュがポを進めていると、不意に少女のかすかな声が耳元に届いた。起きたの、ミネア。背に負った妹へと視線を向けるが、返事はなく素直にその体をこちらへと預けたままだ。ノイシュは自らの体を揺らして体勢を整えると、再び狭い廊下の床を踏みしめていった。決して軽くはないが、なんとか救護室まで運びきれそうだ。ノイシュが安堵の息をついた直後、鼻先に何かが触れた。目で追うと、それは褐色をした長い髪であり、すぐにミネアのものとわかる。彼女の毛先からほのかに甘い香りが漂い、鼻孔をくすぐった。鼓動が激しく高鳴り、思わずノイシュは目を細める。歩を進めるたびに彼女の髪が優しく頬に触れる。ふとそこで、背負った妹の体が細かく震えるのにノイシュは気づく。あ、動かないで。振り落とさないようなんとか平行を保つと、やがて彼女の体から徐々に力が抜けていくのが分かった。私、どうして？覚えてない。式の最中、急に倒れたんだ。そうなんだ、ごめん。背中越しにミネアの息が伝わり、彼女の額らしきものが自分の肩へと預けられるのが分かった。何も言葉が出せず、ただ歩を進めていった。夢を見てた。不意にミネアの声が耳に届き、ノイシュはうなずいた。そういえば、何か小さくつぶやいていたよ。妹は黙っていた。肩越しで彼女の指から力が入っていくのがノイシュには分かった。あの子たちと別れた日の夢。思わずノイシュは足を止めた。それだけで誰のことを言ってるのかが分かった。司祭だった父が引き取ってきた孤児たちを自分は捨ててしまった。ワッツ、ルエリ、ザザキ、今はどうしているかな。ミネアの声は震えており、ノイシュは強く奥歯を噛んで胸のさざ波に耐えた。ごめんね、こんな話。そうつぶやく彼女の声を聞き、ノイシュは静かに息を吐いた。そしてなんとか思いを落ち着けると再び歩み始める。学院の課程は全て終了したし、僕たちもこれで独り立ちできる。だから、自分に言い聞かせるようにノイシュは再び心中でつぶやいた。そう、明日から僕たちは術戦士なんだ。支度金ももらえるし、毎月給金だって入る。きっといつかあの子たちを迎えに行くことだって。ノイシュ、ここじゃない。妹の声にノイシュが顔を上げると、眼前には救護室の札を下げた扉があった。なんとか扉を開けると足を踏み入れていき、室内を伺う。当直の回復術師はおらず、窓から注がれる優しい陽光だけが自分たちを出迎えていた。内部の作りは至って簡素で、一人用の寝台がいくつか据えられているほかは木製の机や椅子があるだけだった。ノイシュは一番窓際の寝台まで来ると静かに腰をかがめ、妹の体をそこに横たえた。少しためらいながらも胸元の鋲を外していくと、やがて彼女の唇から安堵の息が漏れた。本当にごめんね、卒業式の日に倒れちゃうなんて。そう告げてくる妹にノイシュは努めて微笑んだ。ミネアはずっと術を発現させるために訓練してたから、これまでの疲れが出たんだよ。少し休もう。ミネアがゆっくりとうなずく。私は大丈夫だから、早く行動に戻って。きっとみんな待ってるから。わかった、また来るよ。そう答えるとノイシュは入り口のドアへと向かう。ノイシュ、
ささやくような妹の声にノイシュが振り返ると、彼女は静かにこちらへと視線を向けていた。彼女の澄んだす異色の眼差しに見つめられ、自分が消えていくような錯覚にとらわれる。強く脈打つ鼓動が耳元にまで届いた。そのまま手を伸ばし、彼女の方に優しく触れられたら、どうしたの？不意に我に返り、困惑の表情を向ける妹からの意思は慌てて視線をそらした。いや、ミネアこそ何か言いたかったんじゃないのかい？卒業、おめでとう。そう告げる彼女の声を聞き、ノイシュは強く目をつむった。さまざまな思いが一気に胸を交錯したせいで、もう何も考えられなかった。明日は久しぶりに帰郷するんだ。無理しちゃダメだぞ。わかってる、という彼女の声に応じることもできないまま、ノイシュは急いで部屋を出た。